はい、どうも、たいせいです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日は久しぶりにじゃーん、こちら買いました、ゾゾタウン購入品紹介でございます。イエーイ。そんな感じでね、今回、ゾゾタウンで6万円分ぐらい購入させていただきました。ざっくり買ったもののカテゴリーを紹介していきますと、夏に、ちょっと使えそうなニットポロですね、ポロシャツ1つ、あとは僕が最近結構ハマってるスニーカーの2色目、同じ型でもう1色買ったのと、ここ最近めちゃくちゃハマってるソックスと、あと僕が愛してやまないブランドの新しいねシーズンのブックが出たので、それを購入させていただきました。計4点アイテムを紹介します。ライフスタイルから、まあ、ファッションウェア、そしてスニーカー、雑貨まで、ちょっと今回は幅広く紹介できればなと思っております。じゃあ本日も早速行ってみましょう。はい、ということで早速ね紹介していきたいと思います。じゃあ一つ目、僕が最近ねコーディネートとかでもよくあげてるんですけど、じゃん、こちらでございます。お、この箱でもう気づいた方いらっしゃるんじゃないかなと思っております。アディダスのこちらでございますね。スーパースターです。今回僕がねよく履いてる、もう一色からブルーがあるんですよ。ちょっとねハマりすぎて、スーパースターに2色目というか2色目購入しちゃいました。こちらでございます。スーパースター、なんで2色買ったのってね思われる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、まずカラーが違うってところで、あの使用用途が全然違うよってところと、クラシック感のあるローカットのスニーカーってね、すっごい最近使いやすくてめちゃくちゃ使ってるんですよ。こっちがグリーンですね。こっちがブルーです。ネイビーっぽいブルーなんで結構大人っぽいんですよね。スタイリングもね、あのすごい馴染ませやすいし、コーディネートに合わせやすいってところで、アディダスのねスーパースター別の色で購入しました。スーパースター82感じです。値段は 14,546 円ですね。大人の方もねやっぱりスーパースター履くことも可能なんですけど、白スニーカーでナイキのエアフォースワンとかだとちょっとこうストリートっぽくなりすぎたりとか、まあそれはそれまたかっこいいんですけどね、アディダスのスーパースターの方がなんかよりこう大人っぽくてクラシックで綺麗めに寄せやすいスニーカーだなって個人的にはすごい思っていて、使い勝手がいいって言ったらあれなんですけど、スタンスミスとかよりかは僕は断然スーパースターが好きですね。この3本ラインとかもなんか本当にサイドから見たアクセントになるし、ソールのね程よい厚みもいいなって思うのと、あと単純に履き心地も個人的にはハマってます。履いててあんまりこう疲れにくかったりするので安定感がありますね。っていう上でこのアディダスのスーパースターを購入しました。はい、ぜひ皆さんもねスニーカーちょっと夏に向けて考えてる方とかはぜひこれを検討してみてほしいなってところと、例えばですけどこれからだとネイビーのショーツだったりブルーのデニムだったりとかね、ちょっとその辺のカジュアルアイテムとちょっと合わせていただければなと思ってますので、よかったらねぜひとも皆様スーパースター強国は増やせればいいかなと思ってるので、ぜひともみんなでスーパースター一緒に履きましょう。こんな感じ、トゥーの部分とか、このブルーの色良くないですか。深いブルーだとすごい若く見えないというか大人っぽいブルーなので、うん、すごいいいですね。はい、気に入っております。僕購入したのはね 27.5 で買いました。こちらよかったらぜひ皆さんも検討してみてください。次はこちらです。じゃん、まだ開封してないんですけど、ちょっとこのブランドは僕も初めて、購入したのでめちゃくちゃに詳しいわけではないんですが、日本の一応ブランドになりますね。はい、こちらでございます。ブランド名がスケアっていうブランドですね。これ2018年から始まってるブランドになります。ビームスの取り扱いですね。ブランドのね詳細を少しお話しすると、スケアは2018年の秋冬にスタートしたメンズのアパレルブランドです。まあ原料からこだわり、加工や生地、着心地など細かな部分を追求した美しいものづくりに独自のデザインと機能性を融合させることで新しい価値観を表現って感じなので、このアイテムもそうなんですけど、結構素材同士を生地を変えてたりとか、カノコ編みにしてるんですけど、わかるかなこれ、フロントの部分はフラットにドッキングされてるような感じで、素材によって結構デザインを変えたりミックスしたり
っていうところがすごいいいなと思ってたのと、単純にデザインが素敵だったなと思ったのが購入した理由なんですけど、で個人的にカノコ編みのニットポロをずっと探していて、全部カノコ編みでも良かったんですけど、ちょっとこう素材感が若干こうミックスされてるようなものを探してて、すごい僕の探してたものとマッチしてたっていうのがあって、今回このスケアさんっていうブランドを購入してみました。まあ、これからちょっとどんどんいろいろこのブランド自体も僕も調べて購入してみようかなと思ってるんですけど、今ちょうど ZOZO でセールやってるので 30% オフぐらいで購入できるかなと思います。ポロシャツでニットポロのオーバーサイズ探してる方とかはすごいいいかなと思います。後ほどこれ動画の最後着用で着るので、ぜひ検討してみてください。サイズ僕3買ってちょっと大きめに購入してます。なぜかというと、僕ショーツに合わせたくてこうニットポロを探してたので、ビッグサイズのポロシャツを探していて、結構ね僕のニーズにしっかりマッチしたアイテムがあったので、これはすごい気に入っております。ポロシャツってね、ちょっとねやっぱ襟つくだけですごい綺麗にも見えるし、上品大人っぽく見えたりするので、すごいね欲しかったアイテムなので良かったです。はい、本当に結構良くない？このカノコ編みの感じとか、僕夏のカノコ編みが一番好きなんですよね。通気性もねしっかりあるし、はい、次紹介したいと思います。最後に全部着るので最後まで見ててください。次がですね、僕が最近ハマってるソックスです。今日もね僕別の色を履いてるんですけど、このソックス結構良くて、ブランド名はグラフペーパーの南さんがやってるブランドの一つで、フレッシュサウスっていうブランドです。結構ねミリタリーだったり軍物だったりとか、軍物をベースにしてるブランドなので、耐久性だったりとか生地のなんかこう作り込みだったりとか、ソックスとかもねちゃんとものづくりされていて、僕結構ソックスオタクというか、ソックスめっちゃこだわるんですよ。でやっぱりユニクロ無印とか結構安いやつ履くんですけど、どうしてもすぐクタクタになって、靴下がヘニョヘニョになってしまうのがあんまり好きじゃなくて、いろいろねソックス買ってみて使ってるんですけど、まあ自分の中でもう究極にいい靴下と出会ったことはまだないんですけど、個人的に今の中で一番好きな部分を抑えてくるのはこのフレッシュサービスのソックスです。フレッシュサービスのソックスはこのリブ感がすごいちょうどいいです。あと肉感ですね、薄すぎてもちょっと僕あんまり好きじゃなくて、白ソックスはできるだけ厚めのソックスがすごい好みで、ちょっとわかるかなこの肉感、ちょっとこうもちもちしてるというか、ブラックのソックスとかドレスソックスってすごい薄い方が僕は好きなんですけど、白ソックスに関してはスニーカーソックスと一緒で、ちょっとできるだけ肉感を残してすごい履き心地のいい良さを求めちゃうんですけど、このフレッシュサービス肉感がめちゃくちゃいいです。で靴下のリブって使っていけば使っていくほどダメになっていくんですけど、まあもうそれはもちろんなんですけど、フレッシュサービスのこのソックスは割とね洗濯してもそんなにへたらないってところで、すごい僕はそのファンになって、買っているっていうのはあるんですけど、ぜひともソックス難民の方はフレッシュサービスのソックス買ってみてください。3つで3000円なので、ぜひとも1足1000円ぐらいのソックスなんですけど、まあユニクロとかから比べると1足、まあ、1000円もすんのってユニクロだったら3つ買えるじゃないですかって思われる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、ユニクロとか無印って結構下手の早いんで、そう考えると1足1000円で、まあ、3足で3000円の方が割と長く使えるなって僕は思っていて、そっちの方がなんかすぐに傷むこと考えると買い替える時期が遅くなってくれる分、逆にこっちの方がコスパいい説あるので、よかったらぜひ白ソックス検討してる方はフレッシュサービス使ってみてください。はい、おすすめです。最後でございます。こちらね割と最近服が好きになったって方は、割とこれにこんなにお金かけるのって思っちゃう方もたくさんいらっしゃるかなと思うんですけど、僕個人的にはすごい尊敬のあるデザイナーだったりとか大好きなブランドのブックになります。紹介するのはこちらパリスっていう今回のテーマなんですけど、まあ僕がよく着てるジルサンダーっていうブランドのルーシールークメイヤー夫妻がやっているジルサンダーのシーズンのコレクションの写真だったりとか、このブックの中に入っております。で写真家はクリス・ローズっていうカメラマンが入ってます。結構ジルサンダーの写真とか毎シーズンねやってたりとかしてるんですけど、今回それのクリス・ローズさんが担当しているブックになります。僕前のシーズンのやつも持ってるんですよ。実はもう一個家に飾ってあった、あっち側に絶対毎シーズン集めていきたいなと思って購入しました。やっぱりね好きなブランドのね
こういう服って集めたくなりませんか？なんか服好きな方だと分かるかなと思うんですけど、まあ、こういったね写真とか今年のジルサンダーのルックとかねが、載っております。やっぱジルサンダーの僕その服が好きな部分でもあるんですけど、ちゃんとそのメイヤー夫妻が考えたそのディレクションだったりとか裏側の部分とかってやっぱこういった写真のところにねちゃんと降りてきてる気がしていて、それを汲み取るのもすごい好きだし、まずそもそも勉強になるんですよね。僕自身もずっとこうファッションディレクターとしても今後活躍していきたいなと思ってたりとか、自分自身もブランドをやってたりするので写真を勉強するっていうところだったり、クリエイティブをちゃんと頭の中に入れるって言ったそういう感覚の部分ってめちゃくちゃ大事な部分でもあるのと、やっぱり経験がないとその感覚を生み出すことってできないので、こういったところに自己投資をしてファッションのスタイリングに生かしたり自分の撮影に生かしたりとか、13のルックってどういう風に出来上がってったんだろうなとか、ルークメイヤー夫妻はどういう風になんか考えてルックを撮影してるのかっていうところを自分の中で考えながらこうやってブックを読んでる時間っていうのが好きな時間でもあります。これだけ2万円ぐらいするんですけど、インテリアの一部としても使えますし、すごい僕自身は大好きでこれ見てるだけで幸せなんですけど、まあ、こういった時に息抜きにもなるかなと思って今回はこちらを高いんですが頑張って買いました。はい、ぜひとも皆様こういうブックにもお金を使ってみるっていうのも一つの選択じゃないかなと思っております。はい、そんな感じで4つ今ご紹介したんですけど、これから実際にちょっと履いたりとか着たりとか着用の、カットをお見せするので、よかったら最後まで見ていってください。では早速着用してきます。そんな感じでね、早速ちょっと履いてみたいと思うんですけど、まずアディダスから履いていきます。このネイビーですね。いやなんか元々僕あんまりロカットでスニーカーを履いてくる文化が自分ではなくて、ずっとこう革靴、まあ、もちろんそのねスニーカーめちゃくちゃ履いてた時期もあるんですよ。販売員で店頭に立ってた時はよくずっとスニーカーを履いてたんですけど、販売員辞めてというか内勤というかプレスになってから車内の中で歩くことが減ったというか、久しぶりにやっぱスニーカーを履くとね履き心地の良さというか、まあ、履いてて楽って言った部分に惹かれることが増えていって、ここ最近はわりかしスニーカーを履くことが増えましたね。まあ、特にやっぱ SS っていうのもあってあまりこうね革靴を履くってことはしないと思うんですけど、ただ一個だけ言えるのがこのスーパースターの紐がかっこいいんですけど、マジでシューレースが履きにくくて、それだけ悩みです。この平打ちのねシューレースだからかっこいいんだとは思うんですけど、シャープな感じというかクラシックな感じというか、はい、履けました。こんな感じです。なんか僕グリーン持ってるじゃないですか皆さん。はい、2色目買っちゃいました。2色目はい、なんか結構履いてるじゃん撮影とかね。このブルーも使いやすいなと思って、うんうん、買ってきました。一応多分ねビームスの別注な気がするんですよこれ色。あ、別注なんですね。なんかビームスのサイトで買って別注か分かんない、インラインか分かんないんですけど、やっぱスーパースターかっこいいっすわ。なんか大人だけど遊び心あるよね。やっぱちょっとこう30代近づいてきて大人のスニーカーで遊び心のあるちょっとこういったクラシックスニーカー欲しいなと買いました。次はトップスを着ていきたいと思います。このニットポロもねすごい良くてですね、なんかショーツとやっぱり合わせたくなりますね。こういうニットかのこの色はナチュラルかな、ベージュに近いナチュラルってこんな感じ。これでサイズ3ですね僕。あーでもいいっすね、試着はしなかったけどサイズ3で良かったな。この感じめっちゃかっこいい。すごい袖のアームの太さとかもめちゃくちゃバランスいいのと、なんか長すぎない、まあ5分袖ぐらいなんですけど、あとリブの部分がちゃんと太めのリブになってたりと、ミリタリーも好きそうな感じはしますねデザイナーさんが。あー、こう全締めもすごい真面目な感じだけど好きですね。こういったカラーパンツと合わせてあげるのもいいかなと思います。それこそ今履いてる感じのコーデとかスーパースターにこういうストレートのパンツとかで大人っぽくまとめてあげてもいいかなと思います。でメガネとかで外しとか作っていただければいいかなと思っております。うん、いい感じです。今僕が履いてるこの靴下、これがチャコールグレーを着用しております。それの色違いがこの白になるんですけど、これね多分もうリアルに20回以上選択して履いてたりするんですけど、まあ、若干こう毛羽立ちはしてきているんですけど、かかととかも薄くなってないし、なんか穴も開いてないし、一番いいのはこうリブがやっぱり弱くならないってところがいいんで、実際に自分が使ってるソックスこれなんですけど、まあ、それを考えると結構優秀だなと思ってます。やっぱりこのソックス、まあ、ただやっぱりちょっと厚みはあるんで、足よく汗かきますみたいな人はちょっと暑いかもしれないですこの時期。
これ白ソックスなんですけど、めっちゃ柔らかいんですよね、フレッシュサービスのコットンのこのソックス。言っちゃうと靴下の長さってここまで欲しいんですよ、膝下。本当にハイソックス、めちゃくちゃ長いソックスがいいんですけど、まあ、これも一応ハイソックスの種類になるんですけど、だいたいすねの真ん中あたりぐらいですかね。両足履いてきますね。まあ、こんな感じでございます。はい、小学生みたいになってるけど大丈夫かな、体育座りしてる小学生みたいな。この締め付け具合、これがめちゃくちゃちょうどいい。きつくなりすぎず、なんか緩くてこう下に下がってくることもなければ、本当にね、すっごい履きやすいんですよ。3000円もするけど、ちょっと体験はしてほしい。さっきのこちらですね、アディダスのこのスーパースター。はい、こんな感じで白ソックスと相性がいいので、ぜひともね、こういったコーディネート、夏場でもいいし、白ソックスに白スニーカーでちょっとスクールっぽい感じで合わせても可愛いかなと思います。はいはい、そんな感じで今日は ZOZO タウンで6万円分ね、結構幅広くファッションウェア、まあソックス、あとはライフスタイルに使えそうなブックとかね、この新しく自分でも買ってみたブランド、全部で計4つ購入しました。なんかね、結構新鮮な、僕もあんまり着たことのないブランドとアイテムだったので、紹介するのすごいドキドキしたんですけど、すごいね、かっこいいアイテムだったので、ぜひとも皆様、夏のポロシャツ探してる方だったりとか、ソックスいいのないんですよ大成さんみたいな感じで思ってる方だったりとか、ちょっとなんか僕もビジュアル見て勉強しようかなって思ってくださった方とかたくさんいらっしゃるかなと思うんですが、よければまた、参考にしてみてください。はい、ということで本日の動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。大成でした。ありがとうございます。バイバイ。